ただいま。ということで、今日は第3弾ですね。5月の14日日曜日、宮西新聞が3日にわたってですね、地方議会、まあ、宮崎市議会選挙のお二方のですね、これ誰ですかね、金丸さんと高山さんという方ですね、のですね、選挙に対する姿勢だとか、選挙のプロセスだとか、選挙の動向だとかですね、そして、まあ、この市議選に対するご自分たちの考えなんかをですね、主体にして取材をされたということであります。これ、出馬しやすい環境を、時代に合う選挙、議会にずっと言ってきた。もう、口が酸っぱくなるほど、自分の耳にタコができた。自分の耳にタコができた。自分の耳にタコができた。耳にタコっていうのがあったな、そういえばな。あ、いいままね。それで、まあですね、この方もおっしゃってますわ。無所属で挑戦した、初挑戦して当選した金丸さんがですね、組織や資金に縛られたくないということで、一人会派で活動すると決めていたが、最終的に8人が所属する最大会派、これ自民党系ですかね。最終的に8人が所属する最大会派に加入されたらしいですわ。まあそうですよね。まあ長いものに巻かれるじゃないですけど、一人で会派でやれることはですね、やっぱ限界があるっていうかですね、県議会でも一人会派が結構ですね、5人ぐらいいらっしゃいましたかね、県議会で。今度新しいですね。そうなんですよ。一人会派ってなかなかですね、活動に制限があるので、まあ仕方がない部分もあるんでしょうけども、一人会派ね、無所属ね、組織や資金に縛られたくない、つまりしがらみがないというですね、まあなんかこのですね、理想をですね、この、遂行していく、貫徹していくというのは相当なですね、胆力が必要なんですよ。まあやっぱりですね、よらば体重の影になってしまうんですね。そっちの方が政策をやっぱり進めやすいっていうのがありましてですね。まあ多数派主義っていうか民主主義ってそうですからね。まあしょうがない部分もあるんでしょうけども。まあこの方がですね、まあ選挙に対するハードルが非常に高かったということで、何を改善してほしいか、何を改革してほしいかということに対して、やっぱり立候補者の休業制度、立候補者がもう言いましたけど、僕何回も去年から言ってますけども、立候補するのに会社の理解があって、一回休職あるいは会社を休んで立候補して、で、また、落選したら、元に戻れる。あるいは、当選しても兼業ができるとですね。まあ、そういうような、フレキシブルなですね、多様性のある選挙制度に専念感じゃないかと、まあ、おっしゃってますね。まあ、もうおっしゃる通りですわ。で、あと、やっぱ、女性のですね、立候補者、若者の立候補者ですね。ですから、何回も言うように、メディア、ネット、地上波、等々がですね、ガンガンですね、報道していかないと、若者等々、あるいは選挙、政治、行政に無関心な方たちまで浸透せんのですよ。で、メディア側もですね、もう、公職選挙法でですね、中立公平公正でですね、そういうのが七面倒くさいんでしょうね。なんか違反するとね、ガーって言われますからですね。まあそれを恐れずですね、まあやっぱ政治、行政、選挙にですね、やっぱもうちょっと関心を持ってもらわないと、もう明日の未来はないですよ。本当そう思いますわ。またね、メディアに対してですね、なんかね、もう自分の同性をですね、なんか隠蔽だとか改ざんですか？自分が同性、自分がこういう行動をしたっていうことを、まあ、新聞等々にですね、載せないでくれ、みたいなことですね、なんかおっしゃったそういう、なんか、現職員の現職もいたっていうですね、もうはっきり言って隠蔽改ざんですからね、まあ、そういうマスコミとの関係を見てると、それはメディアもですね、現職に対して、政治行政に対して、ちょっと萎縮しますわな。これはいかんですわ。で、あとはね、議会の運営の方法ですね。やっぱ若者、女性等とですね、仕事を持った方たち、だから休日だとか、夜間だとかですね、そういったところに議会を開催するとかですね、あるいはもう青空議会とかですね、まあ、学校等とですね、に出張して議会をそこでやるとかですね、出張議会とかですね、まあ、そういったこともやっぱ今後考えていかねばですわ。この方もおっしゃってますけど、金丸さんの方ですかね。まあ、立候補休業制度がないので、もう辞職をする、会社を辞める選択しかなかったと
ういうことですね。もうこういうのがですね、政治参加をですね、妨げている一つの要因になってるんじゃないかなと思いますね。あと、後援会の役員とか、家族にですね、後援会役員だとか、後援会の皆さんとか、家族に、その、責任と覚悟を要求されるっていうわけですよ。ああ、まあ、今でもですね、選挙には奥さんとか家族だとかですね、あるいは親族だとか、ああそういったことが表にと、出て当然と。あの人は奥さん何しちゃっておかねえと。奥さん全然選挙応援されんねえと。何の人前にもねえで、何も喋られんねえと。そういうのですね、なんか住民の方たち、その何ですかね、有権者の方たちがそういう感覚なんですよ。どげんでいいですがね、もう、本人ですがね、と僕は思ってるんですよ。ずっと前からですね。まあもう、去年の県知事選はですね、離婚した神さんもいらっしゃいましてですね、家族が出過ぎ、ねうん。僕は頼んでないですよ。何回も言うけど、加藤和子には一切、応援依頼なんか一切してませんからね。時代に合った選挙制度って書いてありますよ。もう本当にそれもそう。そしてまた、それはね、住民の皆さん、有権者の皆さんが育てていくんですよね。醸成していくんですよ。ですから、有権者の方たちの意識も変わらないかんですわ。と僕は本当に思います。それにチャレンジしているわけですよ。で、まあ、今日はですね、この宮崎日日新聞さんに本当感謝をせねえかんですね。一面でこの3日間にわたってですね、この取り上げていただいたということでね、政治参画ですね、選挙の資金と公選法という視点から切り口からですね、こういうのを定期的にですね、宮崎新聞さんもですね、一面で取り扱うような政治行政をですね、取り扱うようなそういうことをしていただきたいなと思っておりますわ。もう何かあったらね、いつでもでも私は協力しますよ。12日にですね、宮崎日日新聞社がですね、新入社員を募集してるんですよ。私は応募しようかなと思ったぐらいですわ。私は応募しようかなと思ったぐらいですわ。私は応募しようかなと思ったぐらいですわ。なんか年齢制限があるんですかね。1994年4月2日以降生まれて、全然だね。でもこれぐらいの方ってあれ、ミレニアル世代ですよね。ゆとり世代とか悟り世代の方ですね。ゆとり世代、悟り世代がね、新聞スタッフ、まあいいでしょう。今回はこの辺で。ただいま。